皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は日本語に合う英文になるように空所に単語を書きましょう。こういう問題です。1番、ナンシーはお母さんに手紙を書きました。英文はナンシー wrote the 空欄で her mother、 こうなっていますね。2番、駅は人々でいっぱいでした。英文は the station was full、 空欄で people。 3番、私たちは教室を掃除します。普段教室を掃除するという意味ですね。英文は we clean、 空欄で our classroom。 4番、ここで靴を脱いでください。英文は please take the 空欄 your shoes here、 こうなっています。皆さんは一度ここで動画を止めて、この空欄に入る単語、前置詞ですけど、これを考えてみましょう。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して正解を確認してください。正解はこうなります。1番、ナンシーはお母さんに手紙を書きました。ナンシー wrote to her mother、 ナンシー wrote to her mother、 write to 誰々で誰々に手紙を書くという意味になります。2番、駅は人々でいっぱいでした。 The station was full of people、 The station was full of people、 Be full of で何々でいっぱいという意味です。3番、私たちは教室を掃除します。 We clean up our classroom、 We clean up our classroom、 Clean up で片付けるとか掃除するという意味になります。4番、ここで靴を脱いでください。Please take off your shoes here. Please take off your shoes here. Take off で脱ぐという意味ですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。